細野晴臣がお送りしているサウンドクリエイターズファイル、ここでスペシャルコーナー、細野晴臣の特別対談をお送りします。ゲストは思想家、人類学者の中澤真一さんです。こんばんは、思想家の中澤真一思想家でいいのね。あ、人類学者も、ね、人類学者ね、うんうん、そうだね。いつからこういう肩書きになったんでしょうね。芸術人類学者じゃなくていいのね。そうすると縮めると芸者になっちゃうよ。芸者になっちゃう近いじゃない。まあ、そうですか。いや細野さんは芸者かもしれないけど、何喋ろうかなと。芸術人類学って何か、僕は別に研究してないんだけど。でもあれですよ、共同でずっと研究してるんですよ。ね、やっぱりそうなんだ。もうずっとですよ、会ってから。永久？もう研究し続けてね。研究材料じゃなくて。材料じゃなくて、ね。この間細野さんの番組でね、僕も喋ったんだけど、細野さんと中澤さん共通点は何でしょうって。なんだろう。二人とも、愚道者。愚道者って行者さん。かっこよすぎるね。あれ、愚道者って言ってちょっとあれなんだけど、うん、要するに西遊記。ああ、孫悟空。違う。だから、お経を求めて西へ行ったっていうこと で、その、細野さんは音楽の、天竺を求めるじゃない、うんうん、昔その天竺を求めるっていう、まあそうだね、同じことをやってるなっていうことを話したんですよね、うん、なるほど、うん、で細野さんはちょっとお地蔵さんみたいだから、まあ三蔵法師かなって僕は乱暴者だから孫悟空かもしれないしもっと余計なこと言っちゃって、あの時観光の旅してたのした ね、 ね、うん、それでデザイナーの奥村さんっていう人だったんですけど、そうですよ、あの人食べ物好きだし女の人好きだから著白海みたいだしデザイナーの後藤茂雄さんって あの人人気だから佐五条だね、うん、そんなわけで細野さんとはそういう旅人ですね。僕旅人、旅の仲間。そうだよね、うん、でいつから知り合ったかな、その旅が始まったのはいつだろう。それこそあれですよ、 YMO 3回コンサートの終わった楽屋に来たでしょ。あれが始まり。どこの学生かと思って、あの頃 ね、学生だったの。違うよね、学生じゃ、あ、ひょっとすると学生かもしれない。あ、学生が終わってちょっと でも先生だったの。いや、助手だったんですよ。助手だったんだ。あ、そうだった、うん、なんとなくそういう責任感のない、そんな感じだったでしょそうか、いまだに変わんないけどね、ある部分はね、変わりませんよね、その YMO が好きだったの、何なの。 YMO、 細野さんが好きだったんですよ。あ、僕の方見に来たわけ。そうそう、当然じゃないですか。それ知らないよ。あ、そう、 YMO ファンじゃなくて。だって僕、細野さんの曲昔からずっと聴いてて、 YMO も家庭もよく知ってるし、聴いてたし、音楽好きだもんね。そうなんですよ。で、僕はインド行ってたでしょ、長く。そうですよね、で、YMO って知らなかったんですよ、活動。あ、ちょうどその時期に行ってたからね。そしたらね、カリンポンっていう、ダージリンっていう町で、北インドに、かかってたんですよ。あ、かかってたの。かかってたの。カフェで。それは知らなかった。そして、これは何だって言ったけど、お前んとこの曲だよっていうか、どういうことなのって写真見たら、細野さんも写ってるからね。それで僕は、あ、YMO っていうの始めたんだなっていう。なるほど。ですね。へえ。それで、なんだ、あ、でもインドで海賊版が出てたのは知ってるね、インド人好きなのかね、YMO。だから僕が聞いたのはそれですね、あのテープのね、ものすごい安っぽいテープで、海賊版だったんです、手に入れたことある、あれでした。じゃあね、ここでね、その最優秀リクエストをさっきしてたでしょ。いいですか。いいよ、トロピカルダンディ、トロピカルダンディから、最優秀っていう曲じゃないよ、なんだっけな、忘れちゃったなんか、ところで俺はってやつ、ね、そうその曲聞きましょう。それやってください。
聞きましたのは僕のアルバム70年代ですね。これトロピカルダンディから絹街道という曲でした。とってもいいじゃないですか。いやダメだよ。ダメダメ、ロックだもん。あ、そういう意味でね。実は中澤君も YMO に誘われていたっていうのは本当なの？誘われたことある？僕にないよ。ないよね、だって YMO 3回の時会ってんだもん。もうやめちゃったもんね。だからその後なんかしないっていうことだよね。よね、それでまあいろいろありましたよね。あのノンスタンダードとか、そう、ノンスタンダードレーベルの名前をね、モナドとかね。ちょうどそのノンスタンダードアナリシスという。そう。何あれ、数学の概念だね。新しい概念ね。はい、それでそういうことを僕にこう吹き込むわけだな。で細野さんはほら科学好きじゃないものすごい。そう、ロマンティックに考えた。ロマンティックにね。うんうん、もう見てて、細野さん数式とかできなかったから数学やんなかったけど、ただ相当好きですよね。そういう。かなり好きだね。ね、うん。で、音楽の中に僕感じるのよ、そういうの。あ、そう。うん。それは実はこういうトロピカルダンディとかの頃から感じてたの。どこ？まあ、科学に対するロマンチックな感性って僕らの世代には全体にありますでしょ。ありますよね。 SF 好きだしね。ね、でその世代が持ってるなんか科学に対するこう、感受性っていうかな、非常にロマンチックな時代の科学で、鉄腕アトムとかね。そうそういうことでしょ。量子力学とか ね。で、そんな話をしたら細野さんがピューって引っかかってきちゃってノンスタンダードってことになった、なんかわけのわかんない新しい面白いことって面白いから。そうだね、科学的なね、そういうこと。そう、最初はね、あの楽屋で会った時はフラクタルの話したんですよ。フラクタルはすごい興奮した。ハマってたでしょ、すごく。ものすごく興奮した。それで僕もあの当時ものすごいハマって、そういうこと書いてたりもしたから、盛り上がったんですよね。もうこれはつまり中澤君が発見したことじゃないんだよな。そうなんですよ。マンデルブロっていう数学者。マンデルブロね。ブロって人、あの人も変わった人でね。面白かった。本当にね、この世のなんか仕組みが分かったような気がしちゃったもんね。そうなんですよ。いまだにあの起爆力は続いてますね。ですよね。まだまだ 未解明ですよね。未解明だしね、あれなんかね、数学なんかも完成したような顔してるんですけど、僕は見るとこ完成してないですね。完成してないです、次から次へなんか変わってるでしょ。そうなんですよ。それはもうそこが面白いところですよね。面白いところね。まあ数学だけじゃないんですけどね、でも中澤君は数式強いの？結構強いんですよ。強い。理科系だから僕。理科系なんだね、本当に。文化系だと思ってた。文化的なとこ全然ないじゃない、文化系的なとこって。じゃあ人類学者ってやっぱり 理系なんですか？元は、東大なんかだと理学部だったんですよ。あれですよね、骨の記号論とか。違うの？ネアンデルタルの骨とか。骨ね。あの骸骨の研究を人類学って呼んだんですよ。ああ、そうなんですか。だから理学部に所属してて、分析、そこに文化的なこともやろうってくっつき始めて、それが後々分離したんですね。で文化系移っちゃったんだけど。そうなんだ。僕の中の気持ちには骨が残ってるんですよ。骨好きだもんね。骨ものすごい好きやん。インドで骨骨の上ね。びっくりするよあれ。そうそう、持ってきちゃっていいんだ。今はできないみたいですよ。できないのね。それでね、あの人骨の骨でしょ、あの笛です、笛になってるんでしょ、あの頃は持ち込めたんですよ。今ダメで、でなんかあのブブゼラみたいなプラスチックで作って、ジュレット人がそれでやってますよ。ちょっとかわいそうだね。ちょっとかわいそう。そうなんですか、なるほど。インドは最近いつ行ったんですか？インドは最近行ってないですね。だから最近はブータンですね。ブータン行きたいですね。あ、そうだよ。行こう行こうって言って行ってない国。そう。観光の第二弾。ブータンしますかね。第二弾って話はずっとあるけど、全然やんないよね。
細野さんだって忙しくなっちゃってさ。いやいや、最近だって教授とやってるでしょ。あ、その話ぐさってぐさ、あれ観光なの？観光、いや、最初はだから、うん、教授はやっぱり細野さんと僕がやってるのを見ててすごく羨ましいと思ってたの。それで、うん、観光2って言ってや、うんうん、で今度はあの、縄文遺跡の方行こうっていうことにして始めたんですけど、うんうん、観光2は失礼じゃないかって言って、うん、いうことで、そうなの、うん、どうせ細野さんが暗い顔する、いや全然いいよそれで気遣ってそうなの、やりましたね、うん、細野さんもさ、うん、あの時やった旅って、うん、人生の中で相当大きい意味を、大きい大きい、ね、うん、よくわかんないんだけど、嬉しいな、大きいよ、そう言ってもらう僕も結構大きいんだよ。あ、そう、うん、まあなんかあの本は不思議な本だよね。なんか表に出るっていうよりも 、うん、裏にいっぱいなんかこう、そうでしたね、隠されてるっていうかね、うん、そういう本になっちゃいましたけど。じゃあ、 あの裏版をやりますか。いいですね、裏いいですよ、うん、でここではじゃあ旅にまつわる音楽なんかありますかね。